ル。今日は、レンジローバーをお送りいたします。レンジローバーもですね、最近バリエーションがいろいろ増えたんですけれども、今回ご紹介するのはレンジローバーの最も、最高峰のモデルになりますね。で、その中でもグレードは、ボーグというレンジローバーの中では、最もベーシックな車です。この車、3リッターの V6 のスーパーチャージャーボーグというグレードの車です。レンジローバーは2013年の3月に日本に導入されました。今回のモデルで4代目となりました。もうかれこれ、出てから時間は経つんですけれども、まあそれ、毎年ですね、ちょこちょこ改良しながら販売されているというような状況です。2013年に登場した時に特に話題になったのは、軽量化の部分でした。当時世界で初めて SUV としては、オールアルミのモノコックボディを採用したというのが話題となりました。アルミっていうのはもちろん軽いっていうのは皆さんご存知だと思うんですけれども、まあその当時ですね、発売された時に、これはまあヨーロッパのモデルだそうですが、車両重量は最大で、先代モデルから420キロも軽くなったと、軽量化をしたというような発表がされました。それぐらいですね、やっぱアルミを使うと、軽くなりますので、その分、燃費にも貢献しますし、走りにも、プラスに働くと、こういうわけです。で、ここにある車のスペックを申し上げますと、全長はもう5メーターを超えます。5005ミリ。幅も約2メーターで1985ミリ。高さもかなり高くてですね、1865ミリ。で、ホイールベースが2920ミリと、もうまさに堂々たる、ボディサイズを持っています。このレンジローバー、ここに置いてある車に搭載されているエンジンは、V 型6気筒の DOHC スーパーチャージャーエンジンです。ちょっと、ボンネットを開けてみましょう。この V6 のスーパーチャージャーエンジンは排気量は3リッターなんですが、それにスーパーチャージャーで加給をすることで、最高出力は340馬力を発生しています。キロワットに換算しますと250キロワットですね。で、最大トルクは3500回転という回転で450ニュートンメートル 45.9kgm を発生しています。で、このレンジローバーの、同じ3リッターでも、この340馬力の他にですね、380馬力を発生するエンジンもございます。で、その上にはさらに5リッターの NA でも十分だと思うんですが、5リッターのスーパーチャージャーを搭載したモデルもございます。もうそうなってきますと、最高出力は500馬力を超えてくる。510馬力だとか550馬力、そういったハイパワーエンジンを、搭載してくるモデルもございます。で、車両重量はやはりこれぐらいのサイズの車ですから結構重たくてですね、2トンを超えます。この車で2340キロという重量となっていますね。で、燃費、この車であまり燃費の話をするのも、あれかなと思いますが、JC08 モードという国土交通省の審査値で、1リッターあたり 8.5 キロというふうに公表されています。これぐらいの大きさの車にしてはですね、1リッターで 8.5 キロっていうのはなかなか、一昔前を考えると良くなったなっていうことがわかると思います。ではこれからですね、詳細のインテリアの印象だとか、荷室空間の使い勝手、それから実際試乗してみて走った印象はどうなのかっていうのをこれからご紹介していきます。はい、レンジローバーです。今度は、荷室、ラゲージスペースをご紹介したいと思います。で、この手のもう高級な車だったらですね、電動のテールゲートはもうほぼ当たり前というのは分かっていただけると思うんですが、ここ最近トレンドになっているのは、手がですね、両手でが塞がっているときに、バンパー下に足をかざすとリアゲートが開くという車が出てきています。で、このレンジローバーもその一つでして、ちょうどこのリアのタイヤの後ろあたりに、この足をですね、こうかざしますと、このように、
電動で、まあ、この車の場合は上下分割のテールゲートなわけですが、開けることができます。これ非常に便利でして、本当にですね、両手がまあ買い物かなんかで、荷物いっぱい持ってきた時にですね、今までだったらこうなんかやらなきゃいけなかったのが足でやることで、開けられることができるというのはとても便利な機能だと思います。で、これは上下、分割でこう開けることができますので、後ろの張り出しも少ないですからね、壁いっぱいに止めてもそれほど、心配にならないというのもメリットだと思います。で、今これ、まあ、トノカバーみたいなものがあるんですが、これ硬い板でできていますので、まあ、多少この上に、物が置けるというのも、嬉しいところだと思います。で、これは、このように、畳むこともできますね。で、まあ、上下の分割テールゲートですから、たくさんの荷物を積むときはこの下を開けるというような状態ですが、例えばこれも実は電動でこう閉まります。この状態であってもですね、物の出し入れは十分、可能ですから、通常は この状態で出し入れ、することが、多いかなというふうに思います。もちろん、鉱石は倒すことができますので、さらに大きな、荷物を乗せていただくこともできます。で、もちろんですね、5メーター超えの車ですから、通常の状態でも、幅、長さともにですね、ゆとりある空間を有していますので、それほど日常使いでこのサイズは、もう十分だなと思っていただけるかと思います。で、最後締めたい場合には、ここでですね、このように締めればですね、スムーズに締まると、とても使い勝手のいい SUV、それがレンジローバーでした。はい、車目のコーナーでございます。私の隣にはアバルトの124スパイダーがいますね。で、このアバルトの124スパイダーは、というよりもそのアバルトというブランドですけれども、フィアットの、まあ、スポーツ部門といいましょうか、フィアットの車をベースにしてよりスポーティーな車を作るのがそのアバルトなんですけれども、もちろんフィアットはイタリアの自動車メーカーで、アバルトもそのフィアットの一グループですからイタリアなわけなんですが、この車ドアを開けてここにコーションプレートがついています。で、これを見ますと FCA イタリ SPA って書いてあって、その横にですね、面白いことにメイドインジャパンって書いてあるんですね。で、まあ、もうご存知の方はたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、この車イタリア車なんですが、実は日本産なんですね。日本産のイタリア車という大変、ユニークな車なんですけれども、このアバルトの124スパイダーは、実は日本で生まれているという大変珍しい車なんですね。で、それの証拠に、まあ、証拠というわけではないんですが、方向指示器は右側、ワイパーは左側と、まさに国産車と同じようなレイアウトになってるんですね。まあ、イタリア車っていうとちょっと故障がいろいろ不安になったりする、最近は良くなりましたけれどもね、一昔前は大変不安になるようなこともありましたけれども、この車は、日本でできたイタリア車っていうことで、随分こう信頼性が別にイタリア車がないっていうわけではないんですが、より信頼性が高まった一台として、注目したい一台だなというふうに思います。